This time, we're bringing you a special interview between actor Yuki Furukawa and director Satoshi Kubota. The two of them worked on the original internet drama, Mysterious Summer, which Fuji TV made in conjunction with the Chinese video service, iQIYI. どうでした？根本的に中国でお芝居するっていうのは。僕、中国語を喋るのも初めてでしたし、中国語でお芝居するのも初めてだったんで、そこはすごくセリフは苦労しましたし、あと実際現地で撮影するとその周りのスタッフさんも全員中国の方なので、スタッフさんとのコミュニケーションとかも通訳さんを通さなきゃいけないんで、それは結構大変な撮影でした。でもやってることは基本的に一緒というか、国は違くて話してる言語も違くても、基本的に撮影でやることは一緒なので、そんなに困ったことはないですし、問題なく。だから古川君ってすごく今の日本の芸能界の中で特質とかすごい変わった売れ方してるじゃないですか、特に中華圏。正直現地に行くまではあんまりその実感はなかったんですよ。日本にいる間はそのなんていうか、あっちの方でちょっと人気が出てきたみたいだよみたいな話を聞いてるだけで、ウェイボっていう中国、ツイッターみたいなのがあるんですけど、それもフォロワー数が増えていって、でもやっぱり現地に行ってすごいこう空港にたくさんの方が来てくださったりとか、撮影中も今回もそうですけど、ファンの方が撮影現場まで来てたりとか、そういうのを経験して、初めて実感して、でも不思議な気持ちですね。やっぱ中国にそれまで行ったことがなかったのに、急にその行ったことない国の方々が応援してくれるっていうのは不思議ですし、日本にいてもすごい外国人の方が話しかけてくださるので、びっくりしますよね。好きなシーン、好きなカットとかっていうのは、今回テーマがやっぱミステリーですけど、ラブミステリーみたいな部分もあったんで、キスシーンとかもあったんで、それはそれも結構記憶に残ってますね。やっぱこうちゃんと決めなきゃいけないんで。そうだよな。どうですか、今後中国の、これの第2弾とか違う作品とかも含めて、こう中国含めて海外の作品に出ていく、出たいみたいな。そうですね、もともと目標としてたのはその、日本だけじゃなくて海外でもこう活躍できる俳優になるっていうのを目標としていたので、そういった意味で今回の作品はすごい自分にとってすごくいい経験になりましたし、なので今後も中国だけでもなく、その海外でたくさんいろんな仕事できたらいいなと思ってますね。Hello, this is Yuki Furukawa. I played the leading role in the TV drama Mysterious Summer. And I played a Japanese man named Honda who works at a pizza store in China. And it is a mystery story, but this time it's a love story. And I will be in all 15 episodes as a storyteller, but at the last episode I will be playing the leading role. So I hope you all enjoy the story. Bye-bye. Presented by Fuji TV.